腐ってんだね。それ立ち入りする意味がわからない。ここだけ貼るん、ね、だったら全部貼ればいいの、うん、なんでここだけ、これで真ん中がそうなの。真ん中この木は切られた跡がある、うん、なんでこれは呪われた木。何これ、でも警察のテープではないんですよね、うん、キープアウトってね、うん、警察の階段なんとか警察とか、なんとか警察って、うん、ただこの切られた切り株はちょっと気になりますね、うんうん、もしかしたらここで釘つったのかもしれない、可能性はあるね。謎です、うん、なんだろうこれ、真ん中って言ったら聞こえしました、返事してる、え、あ、なんか光った今。嘘。バケダン。ちょっと待って、今森の奥の方でなんかオーブみたいに光った。マジ？なんだ。ぼんやり光ったよ。あっちは光るの当たり前なんですよ。道路だから。でもこっちは光るわけがない。いた？いるんだ。あれ？ブルーでしょ、俺もブルーだ、ブルーだった。近づいてきてね、ブルー。うん。なんか光ったぞ、今。森の奥の方で。ぼんやり。赤い光かな。今、ブルーでしたね。ブルー。なんだったんだ、今。オーブンみたいな。ね。もう光んなくなった。なんだろう。いそうだね。ルート以外のとこ入ると処罰されちゃう、うん、道路近いんだね、道路ここが近いですね、逆だねじゃんもんね、うん、もう道路近いもんねそこのね、うん、ここやばいのやっぱり、やばそうだもん、あそっか、だって高校方面に向かってんの、うん、道路近いもんね、壊れてんのかな、俺は、うん、喉は来てないけど、なんかガラっぽいなんかね、うん、喉はちょっとね、俺もうわーちょっと、うわー、びっくりした油断してたでしょ、油断してごめんなさい。ドルさん。じゃあそうですね、そろそろ油断してんなと思ったら。ああ、全然今カメラ。おとなしいから。そうそうそう、おかしいなと思って。ごめんな。いや今もうカメラ集中してたから今さ。映像確認してるから今。ごめんね。タイミングがすごいです。タイミングは。狙ってたんだよね。狙ってました、ね。すいません皆さん。こんなやつなんで。おとなしいなと思ったらね、マジ焦った。何ここ、見て見て、あ、またまた黄色になる、なんだ守ってんのかね、何なんだろうね、走り切りでしょ、なんでこれだけ、だって全部貼ればいいじゃん、ねえ、サックして何なんだろうね、この辺近いのか、うん、ん、貴重なやつなんだね、分かんない、多分ね、今の脅かしは多分ね、リスナーさんも驚いてると思ういきなり声出したから、いきなりですよ、油断したでしょ、油断、油断大事ね、油断は気持ちですね、そうそうそう、
リンボーダンス用だったらいいんだこれ。俺が静かな時は気をつけない。あ、そうですね、隠れたりとかする。そのチャンスを伺ってるから、うん、下がったら怖いよ。びっくりしたーって、ロープかと思った。あ、本当だ、ロープに見えた。怖えよね。わかんないからね、前みたいね、あの、そうそうなんですよ。だからどっかにロープが引っかかってたらもう怖いよ。だからあんなロープ見ちゃったんだよ、あそこで、県にあの神社する。あそこやばいよね。あそこは俺も前々から目つけてたからさ、うんうん、目つけてたから、うん、あそこ有名だもんね、昔からすごい有名だったもん、うん、やばいって。女性だよね、あそこね。うん、あそこはそうですね、うん。だって俺あそこだって誰もいないはずなのに、うん、動物とかいないのに、うん、草が勝手に動いたっすからね、ガサガサガサ。そうでしょ、やばいと思って。であのロープ見つけた時すげえびっくりしたもん俺。ふって見たらあったから。こここうか、電気ついてるよ。あら、あれなんでついてんの、電気なんでついてんの、こんな時間なの。大丈夫、大丈夫です。なんでついてんの。やべ、車のライトが、うわ、ここが電気ついてます。どういうこっちゃ。なんで？付け忘れ。押し忘れ？大丈夫大丈夫。あ、ちょっとむせただけ。うん、車、あれ？あれ？あれ？俺の身が違うかな。ん？なんか車の黒いのが動いたけど。あれ？ほら、すって。なんか？この右側のちょっとうっすらとあるじゃん。うん。あそこいない？いや、その、そういう、あの、ここ、ここ、ここ。ここの中。うん。なんかいない？なんか今一瞬動いて、いたような感じ。泥棒？いや、わかんない。黒かったよ。黒かった？うん。なんだ？覗いてるよね。確かね、うん、ここの高校の、うん、生徒が、うん、飛び込んだんでしょ？下校中にとある場所で、あの、うん、そうそうそう、この高校の下のですよ。だからもう中学生が引かれちゃってたの。あ、ここね。うん。あれ、そうだったっけな。あ、違う、それ違う高校だ。違う高校。これは違うぞ。それちょっと勘違いした。うん。完全にここ外出てきた。ダンジョンの外に出ちゃったから。出ちゃったね。結構歩いたでしょ。うん、で今ちなみに、ね、僕あれ持ってるんですよ、今日。何持ってるんですか？ケイさんからもらった、うん、これ。万歩計。万歩計？それ何個歩いたのかな。見える？あ、ライトつけないと見れない。無理か。木のとこ。もう2400。2400。うん。今。2400も歩いたんだ。そう。ってことは 2キロ歩いてるってことだ。そうね。もう今歩いてる。黒い影危ないんだよね。なんかいるのかな。泥棒か？セコも入ってるよね。入ってる入ってる。ギガコ入ってるよ。よくね、廃、うん、学校行けるね、俺なんか。そうね。何気で廃学校行くよね、うん、多いよね。廃学校多いですね。多いね。奇遇にも。学校は怖いよね、夜。そう、学校怖いよ。いや、昔ね、まっこけ。昔ね、うん、横向きロッジ行ってあるじゃん。あ、ありますね。そんで結構俺は大勢リスナーさんと行ったんだけど、ええ、俺隠れて脅かしたら結構ガチで怒られた。すいません。普通に電気が消してこうやってこう立ってたらって。どうしたの？いや、なんでもないし。気配？気配。うん。ドクさん隠れるのはちょっと怖いですよね。そうそう、よくやるから。隠れて、あれどこ行ってたってなるから。そう。半時やってみるか。うん。やっぱさっきのとこなのかな。ここじゃないで。向こう側の道だね。そうなんですよね。うん、あっち側が多分ね、本当のその古戦場っぽいんでね。ああ、そうか。地図、そう。場所が分かんない。こっちは自殺なんだよね。そうです。向こうは落ち伏せなんですよね。古戦場の方っていうか、まだぶっちゃけ行ってないですよ。行ってないんだよ、これ前半で女性の方行ったわけ。で、古戦場の方向かう。向かいますか。ね、このまますぐ多分行けそうな感じするからね。完全に俺こんだけ歩いたけど、まだ古戦場にすらたどり着いてないんだよ。たどり着いてないんだよね。いたずらっ子取るって。ごめんなさいね、もうしょうがないんですよ、これは。うん、ちょっとね、静かなふりをしといて。そうせの放送だから、あとで脅かそうかなって。脅かそう。一つ目こそん時も隠れられたから。そうそうそう。あれ、どこ取るって、どこ行って取るか。やべえ、また来た道戻んだか、これ。疲れるよね。
だこれ。え、これ本当にこの道に行けるの？わかんない。でも向こう側だよね、うん、確かに行ったな。呼ばれてる、もちろん我々は呼ばれています。呼ばれてるよ、本当にね。殺されるかもしれない。やばいよこれ。ご事務所に殺されちゃうかもしれない、うん、明日仕事だよ俺。まあ次は休みだからまだいいけど。あ、そうかそうか。その次から大変なのよ、ご連勤。あ、猫我慢したお疲れ様です、うん、遅れちゃいました、うん、あ、マジか。いらっしゃい。どうも。まあでもまだ放送開始して1時間20分だったね、うん、まだ全然前半戦なんですよ。前半戦、あの全然意味のない高校の方まで行ったんだけど、うん、なんかまだ古戦場行きてねえじゃんってことで。そう、行ってないよ。本当の古戦場行ってないんだよ。メインとなるその古戦場まだたどり着けてないんだよ。やばい、まだ行ってない。なんか喉が痛いな、うん、いや結構あるんじゃないかな、うん、いや迷子ではねえんだけど、なんか適当にブラ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 歩いたら、そう、なんか高校の前に出てきちゃって、そう、事務所&女性霊バーサス総帥&ドルフ、私は戦いませんよ、ね、うん、供養させますから、うん、歌を差し上げて、はい、気をつけてください、うん、なんかやばいよ。マジやばい。クヨイコールイチャイチャ、樹海はここにこういうところに命が看板がある、うん、あ、ね、有名ですね。そう、有名。これ見たってさっぱりわかんない。わかんないよ、広すぎるもん。ダメだ、左側がやばいな。なんかいるのかな、いるかな。あ、スケボー持ってくればよかった。そしたらスイーって行けますよ、うん、あ、ダメか、ゴツゴツしてるから。ダメだと止まっちゃうと思う。途中で引っかかるよね。え、女性が怪我して助けを求めてる。それは無理ですね。いやー、それも幽霊に添えられて、幽霊に言われてもちょっと無理かな。ちょっと無理ですよ、この森の中で。うん、あ、マウンテンバイクだったらそうですね、うんうん、セグウェイで、なるほど、うん、セグウェイって乗り物って、あの、うん、なんかあれが乗ってたやつでしたっけ、あの誰か乗ってませんでしたっけ、セグウェイ。あー、なんか乗ってたような感じで、総理大臣に乗ってた人いたんですよね。あれじゃないの、あの転んでたじゃないですか。あの転んで、あの正解、谷なんだっけ、谷垣。そうそうじゃない、うん、確か。やっと復活してたでしょ。いやでもここをそういう乗り物で楽しちゃったら、あれのあれですね。まあね、てか怖いわ、こんなとこ。いやいや、こんなとこスケボーで来ないよ。スケボーとかチャリンコでも怖い。いや普通に来ないよね、うん、夜なんか絶対誰も来ないと思う。昼でも行きたくないでしょ、うん、来てる気配じゃないもんね、うん、これね、多分来てないよね、これ、うん、誰も来てない、うん、これじゃ来れないでしょ。来たって何もないもんだって、見応え。ここだってさ、どこを対象物にしていいか分かんない、分かんないよね。でもひたすらもう、ま、さまよった配信するしかない。そうそう、できない。なんかその中にお墓があるよとかだったら、 そこ目標に行けんだけど、ね、うん、供養塔とかね、ないもん。公園の森系はもうどうしてもなんだろう、探索がメインになっちゃうっていうのか。そう、広すぎるって言ったの。広すぎる。川今戻ってるよ。川のこう、川ありましたっけ。あったね、なんかちっちゃいね。小川のとこ。そう、なんかみんななんか小川のあたりがやばいんじゃねえかって。ああ、水があるからね。水のフィールドだから。うんうん。これさっきのことね。あ、いいんだ、これまっすぐでね。え、全部あったらどっちなんですか。こっち側じゃない。あ、こっち、うん、さっきの道だよ。大丈夫？やべえだ、なんかいるのか、こう疲れてるのかな、これ、うん、いるか、いるか、いる。はい、マサシンさん、こんばんは。いやでも緑だね。緑だね。緑か、緑だ。わかんない、うん、これまだ歌ってねえんだけどな。そうだよね。止めるとこないんだもんね。
止めるとこはね。そう。古戦場のあたり行けば多分止められるから。止められるとこがあるかもしれない。うん、じゃないと一気に悪霊殲滅してやるわ。そう。じゃないと俺の命、命が。やばい。やばい。大丈夫。外で取り付かなくていい。わかんない。けえ感じた。もこもこさん。やばいよ。やばい。あれ？あれ？何これ？ちょっとやばい。ちょっとやばいこれ。なんだこれは。これやばいパターン。なんか古墳？古墳のあ、ちょっとまあでも白跡っちゃ白跡だし。だよね。うん、やっぱそうだよね。二回払ったことないです。うん、そうだよね、これね。これそうですね。ね。寒いもんここ。ここバケツやったら出るんじゃない？うん、うせたろ。画質悪くなった？電波が一瞬ダメになったから。あ、でもブルーか。はい、南屋さん、こんばんは。寒いよ、ここ。なぜか一番。寒い。今日一番寒いよね。うん、ヒヤッとする。ここなのか、白跡なのか、よくわからないけど。うん、この辺りか。あれ、タバコでほとんど吸ってないんですよ、実は。で皆さん、実は今画質悪いかな。ね、バリーでもアンテナ3本あんだよ。でもこっち側だと思うね。この辺からやばいんじゃない、多分。うん、多分空気変わったもん。変わった。うん、一気に。あ、直美さん、こんばんはです。こんばんは。冒険の始まり。冒険は悪いんだ今が。え、またモザイク画になった瞬間に女性のでかい顔が映ったって。本当？やばいじゃん。なんか目邪魔してるじゃんこれ。だってアンテナ3本あんだよ。だあ、でも2本だよ。3本。うわ、寒いな、こっち。うわ、ヒヤッとするね。ヒヤッとする。あ、眠いのでお疲れ様です。どうですか。はい、はい、どうしました。ふみこさん、こういうとこ見るとね、小川農病院の入り口を思い出す、ね。ああ、ですね。そう、こういうなってんだよね。うん、で、迷子なんだよ、結局。くる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 同じとこ。小川農病院って、ま、迷っちゃう、ね。迷っちゃうよね、こんな感じだよね。この間の、トノヤマのとこに行けない。まあ、ちょっとこれ。トノヤマのねえ。うん、肩叩いて。ああ。ドルさん、肩叩いてて。ああ、俺に、うん、まだ大丈夫じゃない。まだ、そんなでもない、うん。そう、前みたいなのが激しかったらやばいけど、まだ余裕がある。と言ってるな、そうそう。ビールッパラ叩いてる。うん、なんてこと。え、俺についちゃってる？俺についちゃってる？早い方がいい。本当？本当？うん、うん。今収まってきてるんですよ。ブルだもんね。で、古戦場はどこにあるんだろうか。どこにあるの？キャーって聞こえたんだよ。何だこれ、この柱は。びっくりした、これ。お化け違う。何これ、何でこの上走るの。なんだこれ、何これ、関所。関所か。何これ、何これ、気持ち悪い、これ。これやばいよね、何、うん、何。あ、こっから武士が出るの。こっから入り口。そうなんだ。なんか色がなんか気持ち悪いよね。気持ち悪いですね、なんで。なんでこんなとこなんの、これ。これ なんすか、これ。なんか作ろうとしたんじゃない、門とか。そうなんだ。でもやめちゃったって感じ。やめちゃったの。うん、こんな感じだよね。気持ち悪い、これ。いきなりこんな森の入り口のど真ん中にこんなの。ね、こんな目印があってこう。エッチみたいな煙に、あ、取り憑かれて見せるって言われてます、うん、入ろうとしてんだよね。入ろうとしてるのか。そう、賛美ください。もう、うん、出てけ。はっはっは。
ゾンビ化せ、俺に霊取り付くな、この野郎。うわ、気持ち悪い、この辺りから。全然すごいよね、森が深くなってきて。なんかやばくない？やばい。これ本当いけるの？全然違うよね。どうなんだろう。いけん。道はできてるよね。整備されてるから。ね。これ誰も行かないよね。これ行きたい。配信出なかったら行かないよね。動画で撮るとなると難しいんじゃないですか。うん、行かないよね。うん、生ライブじゃなくて無理だもん。無理だよね。長時間になってるし。うん。パート1から7、8とかになっちゃった。なりそうだよね。編集したら編集したでさ。あ、なんかある。椅子？あ、椅子のあって。残骸が。残骸が。なんだろう、残骸があるんだけど。テレビとか、不老投機か。不老投機か。不老投機がある場所ってさ、うん、要は、物を捨てるってことは、人も捨てられちゃってるかもしれないんだよね。わかんないよね。いきなりとかさ、なりやすいんだよ、こういうとこって。いきなりあるかも。うん。映っちゃったらまずいよ、これ。うん。そうするの、あの、お面が光ってるよ。お、光ったまま？いや、突っ張れちゃうのに。突っ張らんの。あ、ほんとだ、あれ、電池なくなっちゃう。そうそう。でもね、それがね、なかなか不気味で。なぜ椅子あるだろうね、わかんないよ。うん。不法投棄だと思うんだけど。だ昔は、じゃない、今だ多分行ってないと思うけどね。うん、これあれじゃん、トンネルみたいになってる。トンネルですね、木のね。魔界の森、魔界の森ですね。悪魔の森とも言うの、うん、ただ今、画質がやばい、やばいですね、今。でも悪い、あ、でもアンテナ4本あるある。うん、アンテナ4本ちょっと画面を、お面をつけさせて、後ろに。お面さん、お面はくるくるになった。そう。やっぱりこう暗すぎちゃって、うん、ああ一万一千ルーメンつけないとなんかね、画質が悪くなっちゃう。悪くなっちゃう。こっから暗くなっちゃうね。すっごい暗い。どんなことか中に。皆さん変わりました。どうだった？なんか邪魔してるね。明るいっしょ。お、お、お、ロープに封鎖されてる。何？おい、特に立ち入り禁止とは書いてねえから、うん、車が入んねえようにあれじゃねえのか、うん、別に入っても問題ないし。何なのこれ。分からない。はい、紐がなんでこんなとこついてるの？スズランテープ？うん、なんで？わからない。なんで？なんで？自爆霊。自爆霊？自爆霊がこの辺にいるんじゃないかな。これ古墳じゃないですか、これ。これ古墳じゃない？うん。うわ、バスタブが素敵上がる。ねえ。緑。次、ほ、すごいこれ。なんだこれ。なんだこれ。あー、ビデオカメラもうダメだ。一回切ろう、ここ。うん。1分しか撮れない。あと。ちょっとすいません、うん。ビデオカメラの皆さん、SD カードを開放してください。うん、あ、内蔵データで撮れやいいんだ。めんどくせえや。内蔵データで撮れや、そのまま。うん。あ、れた。外すのめんどくさいからさ。確かに。不動投機はすごいですね、確かに。ちょっとビデオカメラの使い方が全く分かんない。メニュー、メディアセンター、内蔵メモリー、こういう取りに OK。 これは我々の記録映像ですから、こっちは歩くのは楽しい。ただだだっぴれい広場になってて、意味のない。ただ不法投棄がすごい、うん、なんでこんなとこでバスタブなんか捨てていくの、これ意味が分からない。ここじゃないね。
ここじゃない。うん、向こう側だね、やっぱり。あ、本当ですか。うん、ここじゃない。さっきの道だね。あ、そっか、あの道。そう、 Google マップ開けんだ。そう、あっちの道だね。あ、さくらさん、はい、こんばんはです。はい、いらっしゃい。そこダメだ。まあでも、ほら、どこで出るかわかんないんだけどね。あ、さくらさんが、どうさん、こんばんは。あ、こんばんは、さくらさんね、いらっしゃい。ぐるぐるになったか、素晴らしいだろ。あ、でもアンテナ4本あるよ。すごいね、2本もあるっち。大丈夫？ロープに頭が引っかかる。大丈夫？よいしょ。やっぱ頭でけえからさ、なんか、うん、あれなんですよね、引っかかる。よし、さて行こう。うん、どこなんだろう、古戦場跡って。なんか書いてない。あ、古戦場ここじゃん。ほら、やっぱ当たったよ。当たった、当たった。上杉だ、ここだ、古戦場跡。やっぱりそうでしょ、うん、ね、なんか匂ってたんだもん。上杉1400だ、相当古いんだ。1400年だと戦国時代ですね、うん、そう、あ、もっと前だね。もっと前だって1500、戦国時代でも1500何年とか。足利幕府だから室町。そうそう、室町とか、そのぐらいか、うん、やべえ、うん、だからそのもうほとんどすごい、ほら、信長もいないし、もう全然。中丸山の古戦場ってよ、ここでした。ここか。で、どのあたりに何かあるのかな。ここから入ってくるのかな。いや、違うか、うん、これは道じゃないな、これだったんだ。で、このあたり古戦場ってことですよね。そう、だ、落ち武者が出ると言われてる場所。落ち武者がこの辺りか。だから空気がちょっと違うんだろう。なんかそうですね、うん、なんか嫌な雰囲気したなと思ったの、うん。あ、ラピュタさん、あ、どうも。あ、いらっしゃい。こんばんは、いらっしゃい。間に合った。ちょうど古戦場に今たどり着いたところですよ、うん、謎の古戦場跡。うん、自害したって書いてあるじゃん。自害、うん、どこそこ、ここ自害。いや、ここ左側、もうちょっと左側。鎌倉、 あ一族、うわ、一族ずっと自害したって、うん、ここで、うん、もしかして近所誰かな、ね、猫穴さん。あ、そうそうそう、そのあたりかなりやだめるな、これ。こんなとこなんだね。すごいでしょ、よく調べたでしょ、うん、すごいでしょ。あるんです、つながるんだよね、これでね、うん、うん、経営長っていうのが、応援24年縁なのかな、応援24年、1月、当時は戦国時代の、うん、戦国戦乱の時代であった、足利幕府の、そう、職官僚職を争う上杉、うん、前州は、うん、江戸氏をはじめとする武蔵の大軍相手とし、うん、曹州瀬野っていうのかな、うん、瀬谷の中丸山を決戦場に、中原道、武蔵道、鎌倉道からの主張する諸軍勢と激しく戦ったが、大敗してついに同月9日敗走の道、鎌倉大か、元幕老峰下から、海沢口に走り、鎌倉雪の下、ああ、雪の下ってあの、鎌倉八幡宮があるんですね。うん、逃れて翌、10日、一族同等自害した。また、行禄2年、1529年6月12日、上杉、読めねえな、長江というのがね、うん、小田原の北条、宇治綱に戦いを挑み、これを迎え撃つ小田原勢は、諸人の真、不老死、読めねえな、これ。宇治安を、大将としてこの付近一帯に戦線を越えて上杉軍を撃破、撃破改造させた。なるほどな。とりあえず一族ロット自害したそうですね。なんかだから空気違うもんね、うん、ここね。古戦場のなんか慰霊碑とかってないのかみたいな。あかんでさ、古いもんね、600年近いですもん、うん、そうですね、前が。うん、まあ、この辺りがもう古戦場ですよね。うん、だからね、そうだよね。もう寒いもんね、ここね。やばいよ、ここから空気が変わってくるよ。ねえ、うん、
ヒヤッとするよね。うん、大丈夫。疲れて。俺も今引っかかったんです。USB 系はちょっとうちの一族も関係しちゃってるからな。そうね。あ、なんかこの辺り怪しくない？ほら。何あの看板は。あれ何あれ看板。この白い看板は何？これなんかあれですね。英語で書いてる。英語で書いてある。何これ。え、これ何？英語？ US ね、ネイバル。US アメリカ？プロプラ。なんだろうこれ。ほら、通信だよ。禁止されてますけど。ああ。うん。なるほどね。うん、あ、要はあれだね。これアメリカの、これ書いてあるじゃん。もともとアメリカなんだよ。US って書いてあるじゃん。うん、だったんだけど、日本に変換されたんでしょ。なるほど。うん、あ、そういうことか。だから今、ハイキングコースになって。そうそうそう。で、不法相当放棄は禁止されてますよっていうことですね。うん、まあ、そうどこでも、うん、あれですね。うん、アメリカなんだ。US とか。US。アメリカ軍だ。ああ、ここだ。この辺、古戦場って。あ、そうだね。今、畑になっちゃってるけど。いや、もう涼しいってか、もう寒いもん。でも、あの畑にしかできない理由があって、うん、やっぱ骨が出てきちゃうから、そうそうそう、こういうとこって、もう畑にしかできないんですよ、ね、で、あれ俺なんかの車はどこにあるの？いや、わかんないもん。わかんないね。もうわかんないですよ。よし、ここで。ここで、そうそうそう、劇場で。落ち武者ども、我が名は、上杉家の家臣。あ、やばい、俺の名前言うとこだった。危ない危ない。上杉家、の家臣の一族の末裔である、我が一族の誇りをかけて、今でこそここでそなたたちの霊を鎮めたまおう。答えてくれ、上杉家よ、私は末裔であるぞ、一族の末裔である。ケイトさん、自分の声も言いてますよ。石丸山っていうんでしょ、ここは。ここで最後自害した、結構無念なところですね、これ。俺がバラすのやめてくださいって言ってバラさないでくださいこれよし、今こそ上杉家の染みつくこの呪いを私が解いてみせる。
そうですね、さっき一回だけ赤になったの。え？赤になったの。赤になったんすか？そう、バケダンが。マジで？歌ったすぐに。歌ったら赤になったんですか？そうそう、最初ね。やべえ。タイミングよく。仮面かぶりながら歌うと。結構疲れですよ。あの、声が結構ね、中でこもっちゃって。そうでしょ？ね。赤になった。バケダン赤になりました。赤になった。それからダメだけど、一回なったんだ。うん。一番初めの時。あ、一番初めの時に。びっくりしちゃった。今、俺が歌ってる時、バケダンが。赤。赤。よし、今どうでしょうか。今成仏したみたい。今成仏しました。ブルーになったんだ。あ、ブルーっていうか緑になった。よし、そうそうするのどうで、赤になってあ、これ赤だ。違う、パターン的に違う。違うな、緑だ。あ、緑になりました。成仏した。成仏しました、ね、私の一族を、私が、うん、松江が、成仏した。成仏させました。武士たち、どうしてもここは行ってみたかったんですよ、うん、私の一族が関係する場所なんで、うん、かなりエネルギーを消費しました。消費するよね、疲れて。ご苦労様。いや、もう大丈夫だ、もう大丈夫だよ。みんな末永く俺を見守ってください。ご先祖様。
はい、本当に。ちょうどそうだ、俺ぴったりで、ぴったり、ほらぴったり、ほら本当だ、ぴったり本当だ、ね、ね、今ね、俺の反応に呼びかけるにさ、うん、そこで顔認識が出たビデオカメラ、ビデオカメラの方にちょうど本当午前中なんだね。うん、見守ってくれてますね、うん、ここだね、ここはここが午前中なんですね。北条総帥、いや俺北条じゃないんだ、北条家じゃないんだ、うん、字は違うんですけど、まあ上杉家に関連する。おっ、ちょっと待って、え、いる、今落としたじゃん。あ、多分ご先祖様が、じゃあドドドドドドドってど、ど、この辺から今落とした。そう、除霊は成功したはずなんだが、どうしてだ。なんか今したよ、なんかご先祖様、もう攻撃臭い、現世を恨むなよ。攻撃臭くなってた。まだ恨んでんのか。可能性ある。もう恨むな、俺が子孫が頑張るから、もう恨むな。そうなの、リックあるからね。リックね、そう、リック、リック、そう、リック、あ、あるからね、そう、忘れそうだからね。そのまま行っちゃうとなんかで、ざわめいてるね、ほら、ざわめいてる、ざわめいてる、うん。でもこれどうでもブルさんに DM しましたって、なんか映ったんだよ。いや映んないんで、俺電波悪いからね、見れないんで、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんね、動物さん、動物さん、うん、俺に DM くれれば後で見ますけど。あ、今来たか、うん、そう、ちょっとね、今見にくいんだよね、ちょっとね、少し例の力を弱めたぐらいで。これいけないよね、これどうなんだろう。いや、いけない、金具あるでしょ。ない、金具、金具みたいな、いけんのこれ。これ一応配信するってこと。あ、本当、うん、こっち側から行くんだ。そうそうそう、うん、あ、何あれ何これ、目の前の。あ、そうそうそう、何これ、不思議だねここいろんなものがあるね。なんだろうこれ、なんだろうここ。この辺りもまだ古戦場なんですよね。そうそうそう、ただもう私が霊の力を沈めたんで。うっ、会社がある。会社本当だ。会社で思い出すね、この間。会社はちょっと怖いだな。あ、臭っ。なんか臭いね。ガソリンの匂いだね、これ。宇佐美、いや、宇佐美じゃないんだけどな。宇佐美ってそれ静岡県のでしょ、うん、そこじゃないんだ、今日は。臭いなぁ。臭い。手袋とか。なんかすごいよ、これ。会社で。服とかいっぱいあるよ。これホームレスじゃない。あ、なんかここで。自殺とかあったのかな。かもしれない。もうひとまずは古戦場のたたりの霊は沈めたけど、うん、それ自爆霊は無理よ。無理だな、うん、自爆霊は一生現世をさまよい続けるから、うん、そうだね、これは。あ、でも自害したから自殺か。うん、なんか人いない。あ、うん、でも、いたら困るからね。いたら困っちゃう。そう、怖い。や、怖いね、これね。から先がなんかちょっとやばい感じだな。練炭自殺した後かな、これ。わかんないよね。その可能性高いね。あるよね。満月もちょっと不気味だし。今日満月？今日満月。あ、違う、満月じゃない、うん、半月。会社がありますよ、ここに。ゴミだらけ。ゴミ屋敷。ゴミだらけで、ゴミ、ゴミの最中がすごいね。これすごいね。ここは人死んでる可能性高いな。高いね。またこの先先あの足利幕府の時の話は別に、現在のこのさまよってる霊とかがあるかもね。この辺りはもう本当生きることを諦めろっていうなんかオーラがすごい伝わってきちゃうの。うん。もう何？煙なんですよ。なんか、レンガも。うん？レンガ、タイルも。何？
帰る。なんで？わかんない。住んでたの？こ家？誰かいんのかな？誰かいんの？ちょっと俺なんかちょっと、ミドルある？うわ、ビッタごめんなさい。これなんか住んでたでしょ昔。え、住んでたでしょ。誰が住んでたのかな。うん、なんか家があった。ホームレスだね。うん、ないでしょそっちは。なんかね、こう住んだっぽいような形跡がある。うん、そんな感じだね。うん、大丈夫大丈夫。なんか猫光ってるよね。猫がいる。あれ猫の餌置き場か。なんかあったよね。いや、なんでもないし。猫はね、意外に僕が手なずけられるんで。ブリブリになってる。いや、アンテナ4本あるんだ。これさっきのとこだね、戻ったね。あの人がね、うちのアンテナ4本あるんだけどね。9号さん、はい、こんばんはです。いや、なんかね、多分猫が今いたから、あれ猫の餌場置き置き場の目印かもしんない。かもね。タクシーで行くか、古戦場無理かなって。タクシー K2 さんまで来る。近いんだから、K2 さん遠いんじゃない。まだ遠い、まあ、近く、まあ近いさら近いけど遠いかな。あれ猫消えちゃった。しかしあれだね、自害がしたっていうのに人気も立ててあげないなんて、ちょっとかわいそうっちゃかわいそうですね。まあね、だから古いからあれだけなんだろうね、看板。看板だけのみで、ね、多分伝承のみって感じ、そうだね。あ、国有地なんだ。在日米軍から日本国政府に返還されたか。そうなんだ。そういうことだったんだね。国有地だね。国有地なんだ。じゃああれなんだ。だからこう、タバコ吸ったりとか、ゴミ等の投棄とか、全部ゴミとか吸ってたじゃん、これ。ねえ。もともとアメリカ軍だった。なるほど。それ返還されたからね。いらないからどうぞって。で、この、お、猫がいる。本当だ。いいです。早っ。あ、やめた方がいいと思うよ。何が？マジ？ただ猫からかいに来たよ。猫すげえ勢いで逃げた。猫の方が可愛い。俺もやりないですよ。猫昔飼ってたから。猫の真似が得意。戻れんのかな。いや、もうこれで戻れない。あ、いや、あそこにいる。ほら。あ、違った。びっくりした。
黒い影何あれって思ったの。機材のやつだったびっくりした。今黒猫だった。ちょっと待って戻れる戻れる。その恐怖の森に、うん、今日なんか現象起きたかな。いや起きてないっぽいけどね。戻ってるね。戻ってる。うん、え、お前この前俺が迷ってる夢みたいな。きつだな、うん、そのまますぐ行ける。ああ、うん、なるほど。一服してます。あ、もうそろそろあれだ、うん、ドルさん11時だ。そうだね、そろそろ。明日がドルさん何時から。明日は多分12時過ぎちゃうと思う。12時過ぎですか、うん、10時も仕事ですから。なるほど、うん、それがラストだね、うん。まあ、俺は30日ラスト、うん、ラストね。なんとね、うん、さっき鶴さんにプレゼントってあったじゃないですか、うん、皆さん鶴さんと行くんですよ。そうそうそう鶴さんと30日ライブ配信、鶴荘コンビで、鶴荘コンビで、うん、僕は最後、そう、年末最後社長と、うん、行くんです。行くんです。どこ行くかはまだ全く決めてません、うん。僕は仕事中です。ドルさんは仕事中。そう。もうそこはもうあれだもんね。うん、一番やばい疲れる時だね、一番ね。そうなんですよ、ね。うん。で元旦にやるじゃん。うん、元旦やって3日ソースだもんね。3日ソース。そう。ドル荘コンビ。ドル荘コンビで禁断の、うん、封印ときます。封印ときます。ドルさん苦手なところ行くんですよ、ね。そう。封印です。ドルさんが苦手とする。これ道でね。あれとあれ。ちょっと待って、あれ違うとこ出た。ちょっと待ってね、ちょっと置いて。戻ってきたじゃん。戻ってきたね。こっちだよね、こっちだよね。あ、戻ってきた。戻ってきたね。うん。いいんだよね。いいんです、いいんです。このね、封印された道。いやー、3日楽しみだな、3日。ねえ。あそこ行くんですよね、あそこ。うん、あそこ。予定では。あ、すいません、AT さん。あ、どうも、ね、ありがとうございます。どうも由美子さん、うん、AT さんありがとうございます。あちゃありがとうございます。どうも、いやーでもさ、ちょっとここをさ、うん、やっぱ古墳のところがやばいかな。そう、結構さ、視聴者さんが何人かそのモザイクかかった時に顔が映ったって言ってるんですよ、うん。そうだよね。それを多分ドルさんに今 DM で、うん、言ってんだけど、ちょっとね、電波良くなかった。そう、電波がね、あんま良くない。そう、柱でぐるっと一回りしてきました。うん、まあ、ここを、手なわけで、ここは、石丸山古戦場跡です。古戦場跡でした。お疲れ様です。あ、石丸さん、ありがとうございます。石丸さん、どうもね。